名古屋市立梅森坂小学校は愛知県名古屋市名東区梅森坂4丁目にある公立小学校。1971年4月1日に名古屋市立上田小学校の文校として開校。1973年4月1日独立開校。愛知県小中学校市によると児童数の変遷は以下の通りである。開校当時の住所。 天白町大技上田座梅森坂のあざ名、梅森坂から取って、梅森坂小学校とした。現在の住所である、梅森坂から取ったと考えるものが多いが、開校当時は、住所名が異なるので厳密には違う。旧住所、板高町大技高春あ梅森坂、天白町大技上田座梅森坂は、現在も、非居住地域である牧野家地緑地公園やゴルフ場、 愛知カンツリークラブの南部の住所名として残るが、大部分は、居住地区、梅森坂1から5丁目、梅森坂西1、2丁目となった。無論、現在の住所名、梅森坂の由来は、旧住所のあざ名、梅森坂に由来し、現在も、梅森坂という名称が受け継がれている、梅森坂西の由来は、あざ名、梅森坂だけでなく、その地域の通称を、 西町と呼んだことも含まれる。これは、名古屋市立崎山小学校の校名の由来となった、板高町大あざだか張屋座崎山のあざ名、崎山が、居住地区の町名変更で残らずに消失してしまったことと対照的である。ちなみに、地元住民ですら、ほとんど知らないが、非居住地区である牧野ケチの住所は変更されず、現在も、 板タ町大和だかハリアザ崎山である。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日、現在、名東区のうち、梅森坂4丁目、梅森坂5丁目、梅森坂西1丁目、梅森坂西2丁目の全域及び、梅森坂2丁目、梅森坂3丁目の各一部を、通学区域として指定している。 梅森坂5丁目はすべて独立行政法人、東名古屋病院であるため、5丁目から通学する児童はすべて病院内の公務員官舎に住んでいる。学校の近くには、愛知県で3番目に大きい牧野が池や牧野家地緑地公園があり、自然環境豊かである。また、卒業後の進学先は、名古屋市立牧野地中学校となっている。 名古屋市 A バス梅森総停留所が最寄りバス停である。ありがとうございます。